どうもミルキューシオです。よろしくお願いします。原宿もですね、私大好きな街のうちの一つでございましてですね、原宿にはもう好きなものがいっぱいある、ありまんがな本当にね。あのクレープとかね、クレープ食べちゃう。原宿行くとね、あのクレープ食べちゃう。ベタなんやけど、やっぱクレープ食べちゃう。そして原宿の竹下通りで食べるクレープはね、あの100倍美味しくなりますよね。スイーツが甘さ倍増です。あの通りで食べるねスイーツはね、甘さ倍増になります。はい。でね、まあ、単独ライブもですね、原宿でやったことありますしね、いい街で大好きですね。人もね多いんですけれども、あの嫌な思い出が一個ありまして、あのウーバーやりたて、東京来てウーバーやりたての時ね、ウーバーの背負っててね、ウーバーやりたてで、あんまりウーバーイーツの人少ない時ね、めちゃくちゃあの人通り、あのでかいリュック背負ってね、あ、すいません通ってる時にね、めちゃくちゃ写真撮られまくりましたね。やっぱ地方の方とか来る人がウーバーっていうね、ウーバーイーツっていう存在だけ知ってるけど、まだこっちの県にはないっていう人とかがね、あーウーバーやとかね、本当におるとか言ってね、東京がさっき進出しだした頃かな、珍しくてめちゃくちゃ写真とか撮られましたね。すいませんとか言って、カバンでかくてすいませんって田舎から来たわけじゃない、上京したてじゃないんですってね言いながらね、通った記憶がございますね。これですね、服屋さんも多いんですよね。で、あの東京来たての時にね、あの2万円の舞台用のねパンツを買いましてですね、2万円ですよ。もうバイトしながらお金ない、かけがえのないお金をもう寄せ集めてね、2万円の舞台用でねパンツを買ったんですよ。チェックのピンクのね。で、2万円でね、結構いい生地なんでね、今もたまに着てますよ。そらたまに着てるんですけどね、2万円もね、貧乏な、このバイトしながら芸人をねやってる人のね、2万円言ったら高級ですよ。そのせっかく買ったねピンクのパンツですよ。本当にパンツちゃいますよ、パンツですよ。本当にズボンですよ、ズボンねがですよ。せっかくね、あの買ったのにね、何年履いてるやろ、8年ぐらいたまにね履いたり履かなかったりしてるんですけどね、そのパンツですね、一回もね褒められたことがない。なんで2万円やで。ほんでもう皮肉にもね、2万円やから生地がいいからね、全然ね劣化しない。もう劣化して破けたり伸びたりしたらもうね、もうしゃあないなあえて部屋着とかにね使うんですけども、全然劣化しない。皮肉にも生地がいいから、もったいないから、貧乏性やからね履くんすよ。やっぱこのネタの時このパンツいいかもしんないみたいな、この気分ちょっとパンツ履いちゃうかなみたいなね、おふざけなネタするときちょっとこれ履こうかなみたいなね履くんですけども、誰も一回も褒められたことない。一回だけね、惜しいのがありまして、惜しいっていうのも変やけど、いっぺん ライブ2日連続ライブあったときにね、たまたまなんか後輩が同じライブで重なったときに、2日目のときにその後輩が来てね、あれミルキーさんそのパンツって言って、おえ初めて褒められると思ったら、そのパンツ昨日も履いてましたね。いや、履くよ、そら履くわいっていうね。舞台衣装やから履くわいっていうね。うん、そうやで、みたいな、ね、感じで。惜しかったですね。褒められる感じやったんですけどね。あ、そのパンツ、おしゃれですね、とかね。なんか特徴あっていいですね、とかね。言ってくれたらいいのにね。昨日も履いてましたね。そら履くわい。昨日履いてたからなんやね。惜しかったなぁ。本当にね。褒められたい。もう褒められるまで私はですね、吐き続けます。はい。ということで、どうもありがとうございました。